はい、どうも皆さんこんにちは、はるです。今回はですね、モッド紹介ということでマインクラフトのモッドを紹介していきたいと思います。今回紹介するのはですね、こちらだいぶリアルだけどね、大丈夫なのこれ、著作権とか。選ばれたのはあやたかモッドということで、通称あやたかモッドを、紹介していきたいと思います。はい、というわけで、こちらのあやたかはですね、右クリック長押しで投げれます。このようにはいっと、で、投げるとこのようにブロックにぶっ刺さります。で、この長押し、右クリックを長押しする時間によって、このなんていうの、飛ぶ距離が変わります。で、一定時間で消えます。で、このあやたかどういう効果かというとですね、はい、で、このあやたかどういう効果があるかというと、じゃあまず、敵対モブなんか何でもいいや。じゃあここはゾンビにしようかな。はい、スポーンゾンビと、で、まあ、適当に、まあ、ゾンビをポイって出す。お、ちょっと子供ゾンビだな、これ。なんでよりによってこんなやつが出たんだ。待って。はい、これが、まあ、一般的なゾンビ。はい、これは普通のゾンビですね。で、今ちょっとサバイバルモードにしようと思います。ゼロ。はい、このようにサバイバルだとゾンビが敵対してくるじゃないですか。でも、あやたかを投げるとそっちに寄っていくと。これでプレイヤーは逃げることができると。まあ、そういうアイテムですね。じゃあ次、作り方ですね。作り方はと、水入りバケツと小麦4個でできます。はい、このように水入りバケツの真ん中に置いて、小麦をこのように置いて、あやたかと、はい、このような作り方です。ちょっとある実験をしたいと思うんですけど、村人とあやたかだったらどっちを選ぶか。はい、じゃあまずここに村人を、あ、ちょっと待って、ずれたちょっと待って、ずれて、ちょどこ行くねん、どこ行くねん、もういいや、あ、もうお前は抹殺する。はい、こちらの村人、村人のね、村子さんといってね、その超美貌でね、ゾンビをね、もうのハートをいとも簡単に打ち抜いて、ゾンビにモテモテという村人でございます。このように村子さんを見るとゾンビは、このように寄ってくるというわけです。はい、じゃあここで、この村子さんとあやたかだったらどっちを選ぶかという実験をしたいと思います。あやたかを投げます。はい、選ばれたのはあやたかでしたとはい、こんな感じです。はい、で、このあやたかにもですね、もう一段階上がありまして、はい、ちょっと君もいいや、村子さん五輪中。はい、あやたかをですね、もう一段階アップグレードさせるには、この火薬を使います。あやたかを火薬で囲むとですね、こちらまがまがしい感じがしますけど、殺意の波動に目覚めたあやたかっていうのができるんですね。はい、で、こちらの殺意の波動に目覚めたあやたか、どういう効果かと言いますと、まずじゃあゾンビを出します。まあ、適当にね。はい、ゾンビを出しました。はい、というわけでここに殺意の波動に目覚めたあやたかを投げます。はい、そうすると寄ってくるわけですよ。はい、寄ってくるんですね。